皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。サウン日も始まりました。トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシア領土内で北朝鮮人民軍確認です。では参ります。えーと、ロシア領土内、ウクライナの戦地に北朝鮮の軍隊が来ているという話の続報なんですけれども、 えっとね、確定的な情報ではありませんけれども、まあかなり黒寄りのグレーというところまで情報は進んできました。証拠と言われるような映像、画像なんかも出てきておりますので、今日は解説をしながらそこを確認していきたいというふうに思います。まず現在、北朝鮮人民軍がロシア領土内もしくはウクライナの戦地にいると主張しているのは、ウクライナ側と韓国の2つの国になります。 NATO は確認できていないと言ってますし、あとアメリカからの情報発信はないというような状況。さらに言うと、党の当事者であるロシア側も情報を発信していないというような、そんな状況でございます。まずはウクライナ側から行きましょう。ウクルインホルム。北朝鮮兵約1万1000人が11月にはウクライナと戦う準備ができているということで、ウクライナ情報総局になりますね。ブダノフさんのところなんですが、 すで、えー、に、えー、北朝鮮の軍隊がロシア領土内で訓練をしていて、11月には1万1000人が参戦してくる可能性があって、えー、まずは先見隊として2500人程度がクルスク方面に来るんじゃないかっていう、そういうことが記事の中に載ってます。ウクライナは1万1000人という数字を出してきました。次に韓国なんですけれども、G.com。 北朝鮮が1万2000人、えー、派兵決定、ウクライナ侵攻に参戦ということでございまして、えー、韓国側は情報機関になりますけれども、国家情報院になりますね。ここの発表ですと、1万2000人の派兵を決定したというところで、宣言対象として1500名の特殊部隊がすでにロシア領土内で 訓練をしていますっていう発表をしました。少し数字のズレはありますけれども、えー、ウクライナの情報総局と韓国の国家情報院の情報がほぼほぼ一致するような形で発表されたというような状況です。まとめるとこんな感じ。黒井文太郎さんのポストからいきたいと思います。よろしくお願いします。 えー、国家情報院ですけれども、これ韓国ですね。北朝鮮兵士、1500人がロシア極東に移送済み、えー、ロシア軍に偽装して、今後さらに予定しておりますと。訓練後投入予定ということ。で、韓国メディアと書いてありますけれども、デモとは情報院で一緒ですね。計12000人を予定している。次に、ゼレンスキーと書いてあるのが、これはウクライナの情報ということになるので、ブダノフさんのところと一緒です。 すでに容認証拠が来ている。人数減給なしということですね。まずは先見隊として、えー、視察をするための要人が来ているということですね。で、今後、まだ来ていないけれども、兵士1万人が投入予定。これが1万1000人11月に参戦してくるっていうような話。で、さらにブダウさんの話だと、訓練はすでに行われているというのがここにプラスされるような状況。で、t o 事務総局ですけれども、ルッテさんですね。 戦闘参加の証拠ないというか確認できていないという言い方をしています。こういう状況でございますけれども、えー、衛星画像とか実際の現場の映像なんかというのもちらほら出始めております。まず、韓国がなぜ確認をしたという発表をわざわざしたのかということなんですけれども、ちょっとこちらご覧ください。 えーとね、ロシアの揚陸艦がウラジオストックからですね、わざわざ北朝鮮に揚陸艦で迎えに行ったってことを韓国は言ってます。うん。こんな感じ。えー、この地図では2つの港が出てますけれども、えー、計3つですね。うん。計3つの港に迎えに行きましたっていうことが言われていますね。で、実際にその揚陸艦を衛星画像で撮ったというものを韓国が公開しているわけですけれども、それがこちらです。 これはね、ちょっと JSF さんも、あの、これだけではよくわからないって言ってますけれども、さらに素人の我々にはね、これではロシアの揚陸艦かどうかは確認できない、そういう、まあ画像になりますけれども、ただし、韓国の国家情報員がわざわざね、公表してるっていうことになりますね。で、韓国はかなりこれ神経を尖らしていて、もし北朝鮮の軍隊がロシアに参戦するんであれば、ロシア側につくんであれば、 ウクライナに殺傷能力のある兵器を韓国が直接送る可能性があるっていうことを言い始めてもいます。ということで結構ね、本気で情報を韓国は出しているという状況の中での一応画像ということになります。さらに現場からなんですけれども、ちょっとね、引きの映像なんだけれども、こんな映像も出てきていますね。うん、これ北朝鮮の兵士だということで、訓練をしている映像というのが出てきました。 ただしこれも引きの映像なので、これが本当に朝鮮人民軍なのか、北朝鮮の軍人なのか、どうなのかというのはちょっと遠目で分かりづらいような状況になっているっていうことなんですが、もう一つね、これは確かにっていう情報が出てきました。それはこちらの映像になりますけれども、 これね、えっ、ー、とね、宴会集の路長国境そばにあるセルゲーエフカの演習場で装備を受け取る北朝鮮軍将兵とされる動画ということでございます。で、これで見ると確かにこれは北朝鮮の軍隊なんじゃないかという、うん、そういうまあ顔に見えますね。アジア人であることはもう間違いないんですけれども、という画像も出てきました。 セルゲーエフカってどこなのか、この演習場ですね、はどこなのかっていう話なんですが、それがまあこちらになります。韓国が発表しているウラジオストックから揚陸艦をで迎えに行って、また、えー、ウラジオストックに戻って行って、そこで北朝鮮人民軍の兵士が降りているとなると、かなり近いところにある演習場ということになりますね。ここで撮られた映像だという形で、SNS の中では出回っているような状況ですね。 というところから行くと、すでに、1万とかね、1万2000という数字は一旦置いといても、まあ、1000人から2000人規模で、朝鮮人民軍がロシアの地に渡っていて、すでに訓練をしているっていうところまでの情報はかなり信憑性が高くなったんじゃないかなというふうに思います。で、こうなってくると、北朝鮮はもうこれ参戦する勢いということになりますが、 これについてちょっとね、面白い分析が黒井文太郎さんからありました。それがね、こちらなんですけれども、この話は、金正恩側はどんどんやりたいと。つまり北朝鮮の方が積極的だっていう考え方です。ロシアとの軍事同盟を深めたいのでということで、これはね、確かにそうだなと思いますね。えー、北朝鮮世界中から孤立している国なんですけれども、ロシアとの軍事同盟を強めることで、対、 中国とか対アメリカというところの交渉材料とか発言力を強める影響力。これを北朝鮮は期待しているんじゃないかなという気がします。なので、実は、えー、どんどん投入したいのは北朝鮮側なんじゃないかということが書かれている。で、ロシア側については発信がないので何とも言えないということなんですけども、ロシアとて今兵員は苦労してます。なので世界中から核集めたりとか、 あと、刑務所の中が空になるようなこともしてるわけですね。さらに、えー、徴収兵、年に2回の徴収した兵士に関しても、本来戦場に連れてってはいけない契約なんだけれども、無理くりね、サインさせてるっていう情報もずっと出続けているような状況で、ロシアも戦場での数的優位を確保するというところでかなり苦労しているので、北朝鮮の兵士が来るっていうことに関しては、基本的には利害が一致している。 だから、ウラジオストクからわざわざ迎えに行ったんじゃないかなと思うんですけれども、ロシア側からの発表がないのは、おそらく一つの懸念事項があるからじゃないかなと思います。それは、先ほどお話した韓国の発表と同じようなことですね。韓国は、北朝鮮がロシア側について参戦するんだれば、殺傷能力のある兵器を直接ウクライナに送ることを検討するということを言い始めている。つまり、 ウクライナ支援が加速して分厚くなるということですね。このウクライナ支援というのをなるべくですね、少なくして長期的に補足するような情報戦をロシアはずっと仕掛けてきているわけです。ここがね、分厚くなってしまうのを相当懸念していて慎重になっているんじゃないかなと思いますね。最前線でいきなり使い出すと捕虜になったりとかしてバレるので、 おそらく使うんであれば、後方の部隊から使っていって、後方にいる部隊を突撃とかの最前線に送り込むっていう形で、バレないように時間稼ぎをするのかなと個人的には思ってます。それでももう現在で北朝鮮の兵士だという映像が出てきているような始末なので、 今後ですね、また、証拠となるような映像が続々と出てくる可能性ありますね。で、これが捕虜という形で、ウクライナ側から出てきたらもう確定ということになるんですけれども、ここまで情報が出揃ってくる、あと韓国も本気で情報開示しているっていうところを見ると、これメンズに関わるので、まあ信憑性は高いのかなというふうに思います。ということになると、 ロシアが嫌がっていることは何かという着眼点でまたウクライナを支援していくというところがカウンターパンチになっていくのかな。つまり武器支援ということになってくると思います。ここでですね、ちょっと全総司令官のザルジニー総司令官ですね、のお話というのを少し紹介させていただきたいと思います。ザルジニーさんの話に移っていこうと思います。 AP 通信です。ウクライナ元軍司令官解任後初の演説で勝利計画を指示ということで、ザルジニー元総司令官がイギリスのチャタムハウスというシンクタンクで演説をしたっていう記事です。で、このタイトルわざわざ勝利計画を指示っていうタイトルにしてますけれども、この記事の一番最後では、 ゼレンスキー大統領とザルジニー総司令官の間には確執があるってことが言われているってことをわざわざ書いているわけですね。確執があるにも関かかわらず勝利計画は支持しましたっていう含みのタイトルになっていて、まあ、マスコミお得意の対立を煽るみたいな、そういう感じなのかなと思いますが、 ゼネスキーさん、ザルジニーさん、自分の国が国家存亡の危機に瀕している。その時大統領と総司令官という重要な仕事をしていた二人です。ガチンコで真剣に仕事をしているので、当然意見の食い違いや衝突することなんてあるに決まっているわけですね。決して人間的にいがみ合ってるとか、そこでの確執があるっていうことではないというふうに当チャンネルは考えて皆様と情報を共有してまいりましたけれども、その証拠に、 ゼレンスキーさんの勝利計画を全面的に支持する演説の内容になってます。そればかりか、現在、ゼレンスキーさんの核武装発言というのをまたメディアが取り上げておりますけれども、えー、NATO に加盟できなかったら核武装するぞみたいな、ウクライナが世界を脅しているみたいな書き方をしているメディアまであるわけですけれども、昨日お話しした通り、ブダベストを覚え書きで、ウクライナは核保有国に安全保障を託したんですね。 ところが、今、約束した国から、核兵器を持っている国からウクライナは攻められているので、こうならないためにはウクライナもやっぱり核武装をするしかないんだけれども、ウクライナは核武装を選択せずに、NATO 加盟というのを選択していますというのが、ゼレンスキー大統領の発言だった。 で、ザルジニ総司令官も演説の中で核武装には触れずに、ウクライナの安全保障の唯一の選択肢は NATO 加盟だということで、ゼレンスキーさんの言葉というのをアシストするような形で演説しているということですね。イギリスに行っても、やはりいいコンビネーションだなというふうに私には見えるということなんですが、この演説の中で、ザルジニ総司令官が何を言ってるかっていう話なんですが、去年、ウクライナが、 え、反撃を試みましたが失敗しました。この時の西側の支援が十分ではなかったので、今回のロシアの侵略戦争が長期化していってると。で、コストがどんどん膨れ上がってしまっているので、ロシアが諦めるような支援をしなければいけないということが書いてあるわけですね。 長期化したことで、ロシアはイランとか中国とか北朝鮮とまるで独裁国家同盟みたいなものを組み始めてしまった。独裁国家同盟は民主主義を攻撃してくるので、今後民主主義を守るための戦いで、さらに西側はコストを吐かなければいけない。なので今、えー、コストがかなり高くなっても、ロシアを止めるための膨大な支援をウクライナにする必要があるんだっていうことを言っているわけですね。で、 我々の世代がどれぐらい払うかという話ではなくて、未来の世代をどう守るかというところの決断なんだと思います。えー、このザルジニー総司令官の発言をもっとわかりやすく、端的に別の人が同じことを言っています。それがこちらになりますが、平野さんのポストです。ランズベルギスリトアニア外相発言ということで、リトアニアの外相の発言です。ちょっと過激なんだけれども、その通りみたいなことを言っています。内容的には、 えー、相手の心が決して折れない水準。ロシアが侵略をやめたい、やめよう、やめたいと思わない水準での支援を続けていくと、結局侵略が続いていくっていうことを言ってますね。相手がもうこれはダメだと思うような支援をしないと、結局コストは膨らんでいくっていうことをリトアニアの外省は言ってます。具体的にはこんなことを言ってるんだけれども、ロシアは現在、 え、国防予算、国防費というのを1400億ドル設定してるわけですね。日本円にすると20兆円という膨大な金額になりますけれども、え、これより少ない額で、ウクライナに細々と、と言ったらあれですけども、大きい額なんだけれども、え、支援をしていくと、ロシアはまだ継続できると侵略できるぞということで、侵略を続けていくわけですね。ところが、思い切って、例えばですけども、8000億ドル、日本円にすると100兆円ぐらいになるのかな 8000億ドル規模の支援をしますって発表したら、ロシアは絶対そんな金額出せないわけですね。そうなってくると初めてこれじゃ無理だということで諦めるっていうことを言っている。で、それをしないと結局侵略が続いていくから、さらにコストは高くなる。今思い切ってエイヤーってやった方がコストは安く済むんだぞっていうことをリトアニアの外省は言っているということです。ものすごい金額にはなります。 なので、今、税金を払っている我々の世代からすると、なぬって思うね。ちょっと引っかかるところはあると思うんです。特に今ね、物価が高騰しているっていう部分もありますけれども、でもこの物価の高騰を耐えると、次の世代の給料上がりますよね。で、今、ウクライナに対する支援、コストが高くなっても、これを支払っていってロシアを止めると、次の世代が民主主義の中で自由に生活することができる。我々は確かに馬場を引いている可能性は高い。うん。 何の恩恵もないし、歴史の名前も残らない。でも、次の世代に自由な世界を渡す。次の世代に給料の上がる、えー、労働環境を渡すということで、次の世代を作る重要な仕事というのを我々はやってるかもしれないという、そういうお話でございます。はい。というところで本日は北朝鮮続報だったんですけれども、韓国の発表、衛星画像、そして現場からの動画を総合していくと、 おそらく数千人規模、千人から二千人規模の北朝鮮人民軍がロシア領土内にいて訓練をしているっていうところまでは、ほぼほぼ確定なんじゃないかなと思います。で、今後、ウクライナや韓国が言ってるように、1万人以上投入していって、それが最前線に現れるかどうかというのはまた、 今後の情報を追っていきたいというふうに思います。何かしら確証がつかめたらすぐに共有させていただきます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。